8時になりました。週明け8月29日月曜日に向けた株式情報をお伝えいたします。まずは概況、そして引け後に発表された有望 IR、 その他の IR、 昨日発表された IR の値上がり率ランキング、本日のストップ高ストップ安、新規上場スケジュール、そして決算スケジュール1週間分、明日のデイトレ候補10銘柄、今日の気になるチャート、最後に予告になりますけれども、8月28日日曜日の、21時に、して株に迫ると題して動画をアップする予定です。まずは概況です。ダウ日経とも25日線割れ目前で大きく反発いたしました。こちらがダウです。322ドルの上げ、プラスの 0.98% になっております。一方日経は、162円の上げ、プラスの 0.57% になっております。1ドルは 137.11 円、円安に推移している状況です。午後2時時点での東証プライムですが、値上がりが938銘柄、値下がりが796銘柄、変わらずが103銘柄でしたので、約半数の銘柄が上がった状況です。ダウ日経ともに上げた背景ですが、ダウは上昇基調にあった、アメリカの長期金利が低下し、株式の相対的な割高感が和らぐと見た買いが優勢だったことによるものです。26日のパウエル議長の講演を目前に控え、売りの持ち高を買い戻す動きは活発化したとの見方もあります。一方日経の方は反発傾向にあるものの、やはりジャクソンホール会議を前にした様子見で小幅な動きとなっております。こちらが1週間分の経済スケジュールです。やはり一番目を引くのはジャクソンホール会議、26日に、日本時間23時ですがパウエル、議長の講演があります。その他は金曜、個人所得、コアデフレーター、個人支出の発表、そして週明けですけれどもダラスの連銀の発表、そして、水曜日には、シカゴの購買部協会の景気指数の発表もあります。次引け後に発表された有望 IR です。まずはアミタホールディングス、1対3の株式分割が発表されました。また今期配当を実質増額修正しております。こちらがその内容です。9月30日を基準日として1株を3株に株式分割すると発表した。配当予測を8円から3円に実質増額修正した。前期は30円、ただし22年1月に1株から5株への株式分割を実施、何度か株式分割を行っている状態です。本日の株価は2400円、出来高は140万株、信用会社の方は非常に少なくて7万3000株の状態です。1年の株価の動きは1月17日に1125円ですので、ここら辺の位置です。一方最高値には、2月7日に3650円ですので、この辺りの位置です。高急騰して、そして底を叩いて跳ね返されてといった形のチャートです。ここの上げですけれども、テレビニュースでもやっておりましたが、8月24日、おとといですね、環境省が、循環型経済の関連事業の市場規模を50兆円から80兆円に拡大する。こういった発表をしたことによって、資源再利用の大手であるアミタが、昨日に続き、本日も急騰した経緯があります。次にグラファイトデザインです。今期経常利益を 1.1% 増益に上方修正いたしました。こちらがその内容です。売上高を31億円から33億円、営業利益を5億円から6億7000万円、純利益を3億5000万円から5億6600万円へ上方修正した。この理由なんですけれども、販売戦略として進めてきた女子プロ選手使用率向上の成果が徐々に現れ始めており、自社ブランドシャフトの
各ゴルフショップからの直販受注および各クラブメーカーからのカスタム用のシャフト受注が想定を上回り、4月に投入した新製品の生産が5月には受注に追いつかない状況となり、販売を一時休止。一方、米国市場では外資の大手クラブメーカーからストックカスタムとして採用された、こちらのシリーズですね、を中心に自社ブランドシャフトのカスタム用シャフトの販売が当初の想定を上回って推移したことが要因となっている。まあ、こういった内容になっております。本日の株価は619円、出来高は3300株。この3300株の約20倍ですが、6万7000株が信用概算としてある状態です。1年の株価の動きは4月27日に503円ですので、ここら辺の位置です。そして2月9日に737円、ここら辺の位置ですね。ここら辺からこう落ちてきて跳ね返されて、以降右肩上がりで株価が戻っている。まあ、こういったチャートになっております。まあ、今申し上げたみたいに、これ25日線なんですけれども、25日線を支持線とした上昇トレンドであるということ。そしてもう一つはこちらになりますが、PER が 9.52 倍、PBR は 0.84 倍、こういった割安のお買い得である銘柄であるということも注目されそうかと思います。次に日鉄工業です。1株から2株への株式分割が発表されました。内容がこちらになります。9月30日を基準日として、1株を2株に株式分割すると発表した。実質配当は変わらない。こういった内容になっております。本日の株価は5860円。出来高は8800株。信用概算は少し多めで6万2000株ある状態です。1年の株価の動きは7月7日に4965円ですので、ここですね。ここは最安値。そして3月の4日に7730円が最高値ですので、ここら辺の位置です。ここら辺からこう落ちてきて、そこで跳ね返されて、ゴールデンクロスを7月中旬に迎えて、以降を右肩上がりで上がる上昇トレンドになっております。なお、8月4日、ここの位置ですけれども、ここで第1クォーターの経常利益が 15% 増益という発表したことによって、さらに、上昇を始めている状態です。PR は8倍ですので、まだ割安な領域かと思われます。次、メドレックスです。米国特許を取得したという発表が、なされました。こちらがその内容です。再添付不可能な、添付剤について、米国特許庁から特許査定の通知を受けたと発表した。中枢性、鎮痛添付剤をカバーする基本特許の一つで、米国のほか欧州、中国でも権利化を目指しているという。なお、22年12月期への、業績への影響はないとしている。こういった内容です。ですね、メドレックスの方、まあ本日の株価は122円です。出来高は9万1000株。信用概算が非常に多くて、約200万株ある状態です。1年の株価の動きは2月24日に93円ですので、ここら辺の位置です。そして7月4日に160円、ここですね。ここにで最高値をつけている状態です。ですね、メドレックス、米国特許に関しては頻繁に発表しておりまして、8月10日にまずは赤字縮小の IR を発表しましたが、市場はほぼ無反応でした。この位置なんですけども、ほぼ無反応ですね。それ、この経費吸収技術、NCTS に関する米国特許なんですけれども、8月18日、8月19日と連日で IR を発表しておりまして、その結果がこの連投です。
方、8月22日に新株予約、新株予約券の発行は、発表し、株価は下落しております。まあ、こういったことで、非常に信用買いが多いという点と、あとここでできてしまったしこり、そして122円という、超低位株であるという点、この3つは注意が必要かと思われます。次、スターフライヤーです。ジャパネットと資本業務提携を発表いたしました。こちらがその内容です。通販大手のジャパネットホールディングスと資本業務提携すると発表した。ジャパネットホールディングスは17年に第1種旅行業を取得し、クルーズ旅行の販売を本格化している。提携を通じて機内モニターコンテンツの充実や新たな旅行商品の提供など、航空業界における新たなサービス付加価値を提供する、まあ、こういった内容です。本日は株価は2454円、出来高は非常に少なくて700株です。信用買いも少なくて1万3000株です。1年の株価の動きは 5月13日に2053円、ここですけれども、ここで最安値をつけております。一方、1月4日に2780円の最高値、2780円ですので、このあたりの位置です。このあたりの位置からこう落ちてきて、あとはボックス的な動きをしている状態です。この、2450円付近で、何度も跳ね返されている、まあ、こういった状態で今2450円付近にいるところでの高 IR になっております。今回の IR についてはやはりこのジャパネットのネームバリューに期待されるところかと思います。その他の IR です。上5つに関しましては今お話ししたところです。あと大同グループの方が売上の予測を1560億円から1655億円に上積みしたものの、利益の見通しは33億円から 7億円に下がる、まあ、こういった発表しております。理由としてはコーヒー豆とか原材料の高騰に加えて円安の進行を挙げております。あとチェンジの方が SBI が持っているチェンジの株ですね、510万株、全体での 7.05% ですが、これを市場外での相対取引で取得するという、こういった発表がなされております。あとアクシスの方は東証スタンダードへの、上場新承認を受けた、まあ、現在はグロース市場ですけれども、あと四国化成工業が120万株、これは総発行株式数の 2.2% なんですが、これをトストネット3経由でもって自社株買いをするという発表がなされております。次にキタックは 0.3 億円の赤字になったという発表です。最後に、愛知銀行の方、ここは中京銀行と共同持ち株会社、を設立する、まあ、こういった内容が発表されております。昨日発表された IR の値上がり率ランキングです。全部で14銘柄ありますが、第1位はアルテックでした。420万株、21.71% の自己株の焼却。こちらが前日比 15.9% の上昇。よりと引けでは、残念ながら、マイナス 5.1% 損失となっております。あと第2位はテリロジー、兼松エレクトロニクスと資本業務提携を発表したことによるものです。前日比は 15.7% の株価上昇。本日の寄りと引けでも、やはり寄りの方が高くて、1.5% の損失になっております。第3位はブシロード。1株を2株に株式分割するということ。そして166万株の自己株焼却を発表したことによって前日比 5.1% の上昇になっておりますが、やはり寄りと引けでは 2.7% の損失になっております。以降4位以下についてはご覧いただいてければと思います。次、本日のストップ高とストップ安です。
本日ストップ高は6銘柄出ております。ホーム、地域新聞社、トリコ、公用車、ネポン、ソレキア、このうちホープは3日連続、ネポンは2日連続、ソレキアは2日連続の状態です。トリコは人気サッカー漫画青足のイベント開催で連日、株価は上昇している状態です。地域新聞社はエイリーワークスの子会社が筆頭株主になるということが公刊されております。ネポンは先ほど、もう申し上げましたが、8月24日に環境省が、リサイクル市場を50兆円から80兆円に拡大するということが発表され、その思惑で、買われております。まあ、他の動きですけれども、やはりホーブ、ネオン、ホーブ、ネポン、ソレキアに続いて地域新聞社、公用車、まあ、こういった板筆の定時価総額銘柄が物色されている状態です。でストップ安はありませんでした。次に新規上場スケジュールです。本日はこの、グラッドキューブについてお話しいたします。グラッドキューブは9月28日に上場予定です。事業の内容としては自社開発の SI テストを用いたウェブサイト解析のサービスなどのSaaS 事業、そしてインターネット広告の代理店業務およびスポーツデータ AI 解析の SPAIA 事業を行っている企業です。会社設立は2007年、今回の主幹事は大和証券です。想定株価は960円、当選株数は140万株になっております。 IPO のスケジュールとしては抽選の申し込み開始が9月9日、当選が9月16日、そして、購入申し込みは9月20日からになっております。ロックアップは180日間なんですけれども、ベンチャーキャピタルについては90日、もしくは公募価格の 1.5 倍で外れることになっております。こちらが5年間の業績です。売上も、経常利益も、そして純資産も全てが順調に伸びている状態です。ポイントとしてはこのような、急激な業績の伸び、そして事業内容ですね、的にも今後の成長が期待できる。一方、公募株数が140万株と非常に多いという点、あとベンチャーキャピタルのロックアップが90日もしくは公募価格の 1.5 倍で外れるという点、ここは気になるところかと思われます。次に決算スケジュールです。週明け8月29日ですので、9月2日までについてお話しいたします。まず週明け月曜日は、東亜フードが、決算の発表となっております。30日は第3、31日は4銘柄で、ラクーン、トリケミカル研究所、アクセス、シオエレクトロ、そして9月1日も4銘柄あって伊藤園、アルチザ、内田陽子、ピープルが予定しております。9月2日は少し増えた9銘柄ありますが、泉州産業、ロックフィールド、リーライフ、ナトコ、金本、ゼネラルバッカー、アインホールディングス、そしてファースト重建、日本スキー場開発が予定されております。そして週明け月曜日のデイトレ候補銘柄10選です。ホーブ、アミタホールディングス、テリロジー、ステムリム、 OAT アグリオ、いわきポンプ、トリコ、ネポン、高千穂、アルテック、このあたりが大きな値動きをしそうでデイトレに向いているかと思われます。次に今日の気になるチャートです。サンリオを、取り上げました。こちらがサンリオのチャートに、3ヶ月のチャートになります。6月中旬ですけれども、ここでゴールデンクロスを迎えて以来、ずっとこの25日線を支持線として上がってきた上昇トレンドになっております。ここの8月2日ですけれども、情報修正と、そして増配を発表したことによって株価は一段上にシフトしております。そし
でですね、おととい24日なんですけれども、最高値、ね、3630円を更新したところで、また本日もう一度それを更新しようという場面がありました。空売りが30万株近くあるという点で、貸借倍率も 0.36 倍ですので、まあ、高値を抜いてくると面白いかと思われます。ただこの30万株の空売りについては、まあ、サンリオですので、まあ、優待狙いの可能性もあります。最後になりましたけれども、予告です。あさって日曜日の夜8時に最近のシテ株動向についての動画をアップする予定です。うまく乗れれば大きな利益が得られるシテ株、まだ分析中の段階でどこまでヒントに迫れるかは不明ですが、ご期待いただければと思います。以上、週明け月曜日に向けた株式情報をお伝えさせていただきました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。